飾りたちとは、平安時代頃より、それまでの、東大東、唐用大東に代わって用いられるようになった、儀礼用の刀剣である。飾り剣とも表記される。本項目では、飾りたちの発展形である、細たちについても合わせて解説する。魔言、三儀以上の官人が宮中での儀式の際に、儀状用に履く刀である。装飾に、豪奢の限りを尽くした。 微礼なものが作られ、皇族や皇位の公家の象徴とされた。飾りたちの廃用を認められることは、皇位の基人の証であり、宮中での県政と地位の象徴であったが、平安時代も中期を過ぎて、貴族の地位に陰りが見え始め、皇位ではあっても、財政的に苦しいものが増え始めると、金銭的な理由により飾りたちを持つことのできないものも出るようになった。そのため、 儀上用の刀剣としては、次第に、皇術の、細たちにとって変わられるようになり、完全に廃れはしないものの、飾りたちが廃用されることは、稀となった。明治に入り宮中における礼法が改定されると、細たちとの区分は廃止されて、儀礼のたちとして統合され、希少な存在である飾りたちは、家族の家宝として所蔵されるものが、ほとんどとなった。 太平洋戦争敗戦後、日本国憲法に基づく新体制の発足により、家族制度が廃止されると、飾りたちが廃用される機会はほぼ存在しないものとなった。旧家族の保有していた品は現在では、ほとんどが国立博物館を代表する、博物館の収蔵品として保管、展示されている。全体的に細身に作られ、刀身には、 そりがほとんどつかない。柄にはサメ川を剥き出しで巻き、鞘は金のなし字や、いかけち塗りに、螺鈿や巻絵を施し、各所に金や銅を用いた透かし彫りの飾り金具を配し、様々な宝玉を飾る。飾り立ち独特の様式として、銅唾と呼ばれる、独特の形状の唾を用いる、帯取りを取り付ける、足金物が山形をしているなどの特徴がある。 側帯を着用した際には平をもしくは、石帯を用いて廃用し、逆着の場合には、紫の紅茶を用いて廃用する。なお、実際に人や物を切るために用いられるものではないため、刀身には焼き入れも、はずけも施されていない、単なる鉄板や、 竹や木で刀身の形を作り、漆をかけて仕上げた、ものが使われているものも存在し、珍しいものではクジラを用いたものが存在している。縁山巻絵細立ちごしらえ初代飯塚桃派作、細剣とも表記される。飾りたちの台とも呼ばれる、飾りたちの飾り金具を省略した、刀装で、豪奢な飾りたちを金銭的な理由から持てない場合の、代用として、 また飾りたちを履くことを許可されていない会の釘が用いた。飾りたちが議場のタッチとして用いられることが稀になると行為の者も廃のも用するようになり、宮中での主たる議場のタッチとなった。明治時代になると飾りたちとの区分は正式に廃止されて儀礼のタッチとなり、明治憲法下では家族の他に高等官が議場等として廃用を認められていた。 飾りたち同様、太平洋戦争敗戦後の新体制の発足により、実用品として廃用されることは、ごく稀となったが、現在でも、配当を必要とする、宮中儀式の際に用いられている。飾りたち同様、大多数は、戦後に所有者の手を離れたが、制作された数が多いこともあり、博物館の収蔵品として、保管、展示されている他に、 刀剣店で売買され個人像の美術、工芸品として所有されているものがある。また、現代でも、真剣の刀層を、細たちのこしらえとして仕立てる例もある。細たちの名は、舞踊のたちに比べて細身であり、また飾りたちに比べ食感具が小さいために細く見える、ことから名付けられたもので、飾りたちとの外見上の際は、 足金物の,の山型が小さいことと呼ばれる、通常の立ち金具と同一のものとなる、飾り金具に宝玉を飾らないことで、唾を含めた、飾り金具が小さく、飾り彫りが簡素になっていることである。それでも制作には相応の費用がかかることには、変わりなく、飾りたちの台の台と呼ばれた、鞘塗りや、飾り金具の装飾を大幅に省略したものも、用いられた。中には、 舞踊の太刀の鞘を塗り直して、唾を、刀唾に変えただけの、飾り金具が用いられていないものも存在している。当初は、装飾が省略された他には、飾り立ちと同じ大牌でこしらえられていたが、後に、絵筆の内議状に用いられるものと、同一化される形で、議状用の刀剣として、広く用いられるようになると、大牌も通常の太刀と同じものが多く見られるように、 なる。f 筆立ちと同一化されて、以後のものには、唾が、刀粒様式ではなく、通常の太ちと同じ、青い唾や、木工唾の様式のものも存在している。飾りたちと同じく人や物を切るために用いられる、ものではないため、刀身には、鉄や、木製の模造刀身が使われているものが多くあったが、平安時代以降になると無名ではあっても真剣が、 納められていることが多く、江戸時代以降は、名のある刀匠の鍛えた名刀を細たちとしてこしらえた、例も多い。なるせま像しとおつば、銀次将の細たちを履いている飾りたちに代わって拾い、異界の官人に用いられるようになると、刀層に関する規定が細かく定められるようになり、一例を挙げるとといった規定があったが、明治時代以降は、ある程度は、 規定に従いつつも配用者の好みで作られたものも多い。ありがとうございます。